今回のマッチアップはトランドル VS ガレン。トランドルの方が有利と思って油断すると痛い目を見そうだ。勝負を仕掛けるときはお互いに全力を出し切れ。こんにちは。初心者同士でカウンターマッチアップをやるとちゃんと勝てるのか検証していきます。今回はトランドル対ガレン。レーンはトップです。 OPGG のデータでは、トランドルの勝率が 53%、 レーンキルレートはトランドルの方が高くて 51.9% です。ルーンはガレンは征服者、トランドルはリーサルテンポです。勝敗は CS 差が30つくか、2キル差がつくかにします。11レベルまで何事もなければ引き分けです。レンキルレートも勝率もトランドルの方がいいっすね。トランドルに勝てる未来が見えないんだよなまあ1対1殴り合い最強キャラなんでね。あの CC とかこうブリンクとかがない相手にはトランドル強いよね。うん、もう張り付いたら勝ちだもん。でも結局のところ、ダブル取っちゃったー。もうね、ガンガン殴ってきるね。うん、回復もするし、レーンを本当は引きたいんだけどつい押しちゃった。ダブル使っちゃえばよかったな。ああいうタイミングでも別に使って殴りかかっていいと思う。あれ、ちょっと待ってちょっと待って、いろんな場所に出た AA が。打ち壊し、さすがの回復力ですな。先手回復力、勝てねえじゃん。あれ、なんか事故ってますよ。おかしいな。なんでだ。普通に殴り合い負けた。やっぱミニオン多かったのがダメなのか。でもイグナイトは込みで勝てるんだね。つまりイグナイトさえあればちゃんと当たれば勝てるってことか。つまりイグナイトがあれば勝てるんだね。ガレンは。一つ学びだったね。そうやな。イグナイトアリだって普通にガレン殴り勝ててたね。勝ててたなぁ。あのやっぱガレンの E の中で殴り合うのはさすがに無謀ってことだ。あっちゅう間に征服者たまるもんな。あれで、まあ、トランドルもね、立ってれば回復する系チャンピオンだから、ね、いてぇ、うん、いてぇ出回しや。マジでは強いな、やっぱり。ウルト欲しいなぁ。あ、聞いてない。俺もウルトが欲しいなぁ。やばい。これは知らん。これは知らん。あ、これ死ぬかな。セーフか。行くないで怖えぇ。あら、残念。もうちょっとだ。行くないで怖えぇ。何か置くか。あ、シーン買えなかったな。先になんでクッカー買ったんだろう。シーン絶対買った方がいいよな。わからない、それは。
これ勝ったろさすがに。いやーマジかー、出ましや、出ますの前に、いやーの前に Q 入れなきゃいけなかった。くぅー、芯がないとさすがに火力が足りん。芯あったら逆にめっちゃ火力伸びるよな。はい、仕切り直し、はい、2回戦スタート。あ、間違えた、スキル取る、スキル取るの間違えた。はぁーマジかー、ちょっと遅かった、普通に勝てなくね。あ、これ逃がした、危ねー、スローが鬱陶しいな。イグナイトはいやイグナイトが強いな、やっぱイグナイト持ってこないとダメなんじゃね、やっぱトランドル。対面でイグナイト持ってきた場合でやってみたら勝てるかも。じゃあ3回戦スタート。意外と勝てないんだよな。なんか気づいたことがいくつかあって、うん、なんか AAQ みたいな欲張りをせずに Q から入った方がいい気がする。相手の攻撃力をとりあえず下げないと話が始まんない気がするな、これ。でスタートアイテムポーションにしてイグナイト持ってきました。惜しみなく Q を使った方がいいな、ダメージトレードするためだよ。普通にさ勝てないんだが、うん、ここまでやって勝てないか。あ、うん、Q の攻撃力低下入れないと勝てなさそうだから、確かにな。これこうやったら殴り勝てんじゃないか、さすがに。ああ、フラッシュ使った。まあいいか。あかん。こういうスタートすると負ける。こっちの Q 先に入れないと勝てないな。そして、ガレンのサステインやっぱ化け物だな。化け物だな、何もしてない。そしてこのゲームイグナイトハラス強すぎ、序盤のイグナイトハラス強すぎないか。序盤のイグナイト強いね、確かに。うわー、でもだ、よし。いや、タワー下でイグナイトから全て使ってこれか。それぐらいせんとダメなんやな。意外と勝てねえな。うん。なんか動画で見た感じ簡単に勝てそうだったんだけどね。そうだね。普通に勝てないな。脳死で殴りゃ勝てるだろうみたいな感じの殴りだったよ。普通に思ったより勝てない。ポーション持ってきて、イグナイト持ってきて、Q から入るね。AQ とかいう A キャンセル狙ってると、相手にサイレンスをぶち込まれて、有利な状態で殴られ続けちゃうから。先に Q を入れる。ってことですね。トランドルのコツ。あれ？いや、マジかー！イグナイト分だわ、やっぱり。
やっぱイグナイトが強すぎなんだ連戦イグナイト分だわ。あとサイレンスが入る前にこっちのウルトまで突っ込まんとダメだこれ。ウルトのタイミングが遅れるとダメ不利やっぱり、うん、全部打たなきゃいけないサイレンス当たる前にそれはちょっと大変でしょう。トランドルさん、そう思ったより思ったより勝てないことが分かりましたってやつ。そうだね。あ、このパターン多いよな。そうだよな圧倒的有利かと思いきやってパターンは多いよね。それともあいいにいいをノックアップで消すのかな。分からん消えねえしストップアップだからな止まんないんだあれ初耳。それは初耳だわ。あーマジか落ちねー。怖い怖い。落ちないんですか。これは勝ったろ。当てねえ。やっぱガレンのいい化け物。あああれはバぐるぐる化け物だ。勝てねえんだ。きあの入り方して勝てないのか。あとダブルでダメージ軽減するのも結構でかそうだなこれ。でかいねえ。減らないねえ。九から入るようにしてんだけどな。そう、CS だか。いやこれ勝てねえな、金の差がひどい。ああ、それは効いてない。勝てねえ。いやーいや意外と勝てないことが分かったね。そうだ、はい、意外とやれる。今回の勝者はガレンでした。いや動画見る限り簡単に勝てそうだったんだけど。そうだ、ね、意外と勝てない。意外とだな。ガレンのいいのがボコボコにしとるイメージだったんだけどね。ガレンの E の方が威力があるし、なんかサイレンスが入る前に全部スキル使わなきゃいけないね、トランドルが。おっぽいな。さっさと相手の攻撃力下げたり、うん、防御力上げたりせんと。はい、これからもマッチアップ動画作っていくので、ぜひフォローしてください。何かリクエストあれば連絡ください。ではでは。